セント・ジョンズ大学のグレート・ホール・セント・ベネディクト大学とセント・ジョンズ大学とはアメリカ合衆国ミネソタ州スターンズ郡にある大学である。共にカレッジビルにあり、ここはミネアポリス・セント・ポール広域都市圏に含まれるセント・クラウドの近くである。セント・ジョンズ大学は1857年にバイエルン王国のルートビヒ2世の指示の下、 ベネディクト会がバイエルンから来て、聖ベネディクト修道院が設立した。このため、通常の大学コースの他に、神学校もある。現在は、大学院も開設されていて、修士号も付与される。ミネソタ公共放送は1967年にこの、大学から産声を上げた。セントベネディクト大学のメインホールは4年生の、大学である。これも、同じく、 聖ベネディクト修道院が女子の教育のために1913年に設立した聖ベネディクトアカデミーから始まり、1961年に大学となった。1955年に両大学で夜間コースのシェアを始め、1961年にセントベネディクト大学に昇格したのを機に両大学がお互いのコースを取れるようにした。現在、 4000人男女の学生が在籍していて、350人の教授の下で学んでいる。両校は、ミネソタ州のミネアポリスから、北西のノースダコタ州の州都ビスマークへ向かう、週刊高速道路94号線に沿っていて、ミネアポリスから約50マイルである。はじめに、セントベネディクト大学があり、約3マイル離れて、セントジョンズ大学がある。 セントクラウドからは西へ6マイルほどで、セントベネディクト大学に達する。ありがとうございます。